皆さんこんにちは、未来です。はい、お久しぶりの動画になります。というのもですね、なんと8月1日無事出産いたしました。イエーイ、やってた。無事女の子をですね、出産しました。お腹がすっごい出てたから、本当に男の子ですかとか、いろいろ双子ですかとか、すっごい聞かれていたんですが、女の子です。女の子を出産しました。で、体重が 2991g で、まあ、標準的な感じで出産したわけなんですけれども、まあ、インスタグラムをチェックしてくれてる方はご存知かとは思いますが、そう、壮絶でした。私が壮絶だったっていうよりは、ちょっとなんか声変だけど、まあいいや、声変、なんか変、なんでだろう、まあいいや、私が壮絶だったっていうよりは先生が頑張ったっていう感じなんですけれども、まあ、ざっくり言うと、まず陣痛を1日経験しました。で、子宮口が開きませんということで、次の日促進剤を打ちました。そしてなかなか進まず、もう無痛にしようということで無痛にしました。無痛にしましたが、なかなか進まず人工破水をさせました。人工破水をさせてもなかなか進まず、結局ですね、はい、帝王切開になりました。なので今ちょっとね、傷口が傷んだりとか、まあぼちぼちあるんですけれども、けどそれにしてもね、本当にね、我が子は可愛いです。もう可愛すぎてインスタめっちゃ上げてます、本当にもううざいなって思う方もいらっしゃるとは思うんですけれども、まあぜひお付き合いをお願いします。で、今後ですね、動画にこう娘が出るかっていうのはちょっとまだ決めきれてないところがあるんですが、まあインスタグラムは出してます名前は公表しません。はい、まあ、写真とか見たい方はぜひインスタグラムをチェックお願いします。で、なんか赤ちゃんのね、こうベビー服だったりとか、まあそういった便利グッズだったりとか、そういったのも、まあ赤ちゃんのファッションは多分インスタグラムでタグ付けとかいろいろするとは思うんですけれども、便利グッズだったりとか、そういったものはセカンドチャンネルで今後やっていこうかなと、ご紹介していこうかなと思ったので、まあ今回そういったご報告になります。そう、もう体調もすっごいよくって、その傷口だけ、本当に傷口以外は全然大丈夫で、まあ気になる方もいらっしゃると思いますが、妊娠前から何キロ増えましたかっていうね、最終的にはですね、13キロ増えました。で、出産してから、まあ、赤ちゃんが出てくると思うんですけど、そこから5キロ減りました。なので、残りは8キロです。はい、ということでですね、1ヶ月は、まあ、しっかり休養をとって、まあ、趣味のこの動画は続けて、ぼちぼちですね、時間がある時だったりとか、余裕がある時に続けて、1ヶ月過ぎたらしっかりダイエットをね、やっていこうと思います。わー、頑張ろう。もうお腹もね、なんかぽっこりお腹みたいになって、もう見苦しい感じなんですが、まあ、ぼちぼちですね、やっていこうかなと思っています。はい、それでは今回はですね、まあ短くなりましたが、こういったご報告になります。で、出産レポートっていうか、こう詳しい出産の時のお話とかはセカンドチャンネルでしていこうかなと思っているので、まあ気になる方はセカンドチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、いつになるか分かんないけど、まあ、赤ちゃんが寝てる時間帯を狙ったりとか、あとは今、実家に里帰りで帰ってきているので、母に見てもらってる間にこういう風に動画を撮ると思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。バイバイ。